こんにゃくに刺激と旨味をプラス、おつまみに抜群、ターンとお食べやす。皆様こんにちは、チャッキーです。はい、今回はね、ちょっと視聴者様からリクエストがありましたんで、糸こんにゃくを使っためちゃくちゃ簡単で美味しい、もう作り置きもできてね、お弁当なんかにも入れられて、おつまみにも最高、本当オールマイティーの糸こんにゃくの料理を紹介させていただきます。ちょっとピリリとね、旨味の強い辛さが効いた食感も抜群の糸こんにゃくレシピなんでね、ご自宅でもぜひ1回試してみてください。はい、ということで、ね、今回のようにリクエストなどありましたらコメント欄に書いておいてください。今後の動画の参考にさせていただいてね、リクエストにお答えしていきます。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちら糸こんにゃく1パック分ですね。まあだいたい 180g ぐらいありました。こちら、からし明太子を今回使います。70g です。からし明太子じゃない明太子でも大丈夫なんで、お好みによって使い分けてください。まあ私はちょっと刺激があった方がね、おつまみにもなるんで、からし明太子でいきます。はい、そしてこちら、麺つゆが 100cc。濃縮タイプの麺つゆを使う場合は、希釈した状態で 100cc 用意してください。バター 10g。材料は以上でーす。まずはこちらの糸こんにゃく、さっと茹でてね、アク抜きしていきます。一応糸こんにゃくね、長いので3等分ぐらいに切り分けて食べやすい大きさにしといてください。はい、糸こんにゃくの方はたっぷりのお湯で 4,5 分湯がいて、ザルの方にね、お湯を切っていただいて、しっかり水分を切ってください。はい、こちらさっと茹でてアク抜きしてお湯を切った状態の糸こんにゃくなんですが、水にさらさずにこの状態でね、ちょっと水分をしっかり飛ばしていきます。熱々のまま表面の水分を蒸発させます。お次は明太子、今回はね、ちょっとちぎれたバラ粉を使いますが、もう1本そのままのやつでも構いませんので、はい、こちらの明太子ちょっとね、切り裂いていただいて、この中のね、卵っていうんかな、はい、このね、薄皮から取り外して中の身だけを丁寧に取り出してください。ちょっとこの薄皮が残ってるとね、仕上がりの口当たりが悪くなるので、はい、この状態、この中の身だけを全てほぐし出していきます。あ、絶対このまま食べてもうまいよな。はい、こんな感じね、優しく包丁で削いであげるようにするとね、この薄皮すべて取れますので、まずはどっか一箇所ペッと切り込みを入れていただいて、明太子を開いてね、こう優しく削ぎ取るようにして、中の身だけをすべて取ってください。準備完了。お鍋を用意していただいて、こちらバターね、中火ぐらいで加熱しながら、まずはバターをしっかり全体的に溶かしてください。はい、こんな感じでバターがね、溶けてちょっとポコポコっとなってきましたら、水気をしっかり切っといた糸こんにゃく入れてください。はい、中火のままで構いませんので、ここでね、全体的にしっかり炒めるように、そうですね、 4,5 分かけてこの糸こんにゃくの含まれている水分もしっかりとね、飛ばしていきます。そしてバターを全体的にね、ちょっと絡めてなじませる。こうすることで糸こんにゃくの歯切れが良くなって、めちゃくちゃ食感が良くなるんで、まずは初めにしっかりとこんにゃくを炒めて水分を飛ばしていきます。 4,5 分かけてゆっくりと炒めていってください。はい、こんな感じでこんにゃくがね、少しぐっとね、なんか縮まった感じになってきます。はい、そして水分が蒸発していくような音がなくなって、このパチパチ跳ねるような音に変わってきますんで、この状態になりましたら、はい、こちら麺つゆを全て入れてください。はい、ここでこのね、ほぐしといた明太子も全て入れちゃいます。はい、あとはね、全体的に混ぜながら、この加えた麺つゆがなくなるまで、しっかり糸こんにゃくと明太子を混ぜ合わせるように、どん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 煮詰めていってください。
で、このね、明太子をしっかりほぐしながら糸こんにゃくに絡める。で、この麺つゆがもうカラカラになくなる程度までしっかり煮詰めたら完成なんで、焦がさないように気をつけながら全体的に混ぜ合わせて煮汁をどんどん煮詰めていってください。はい、こんな感じですね。もうほとんどね、煮汁の方がなくなって全体的に明太子とこんにゃくが絡んだら OK。 火を止めてください。はい、このまましっかり粗熱を取って保存容器などで冷蔵庫に保存しておくと 4,5 日は日持ちしてね、作り置きにもおすすめ。お弁当のおかずやね、ちょっとこのピリ辛と明太子の美味しさが効いたおつまみにも抜群なんで、マジでおすすめです。はい、こちら器に綺麗に盛り付けたら、ちょっと刻みネギがアクセントになっていいんでね、トッピングしといてください。はい、これで完成、糸こんにゃくの明太子炒め、ぜひ一度お試しください。それでは今日もポーチャできます。